皆さんこんにちは、まめです。今回はこちら。パッと見何かわからないかもしれませんが、実はこれ充電器なんですね。なんですが、もちろんただの充電器ではありません。なんとこの製品、 iPhone の容量不足を解決してくれる神アイテムなんですね。一体どんな製品なのか詳しく見ていきたいと思います。それでは早速いきましょう。この製品一体何ができるのかというと、充電器なので壁に挿してケーブルを接続して iPhone をつなぐと充電されますよね。で、なんとこの製品、充電しながら iPhone のデータのバックアップを取ってくれるんですね。実は SD カードが内蔵されていて、この SD カードの中に iPhone のデータがバックアップされるという仕組みなんです。ですので毎日寝る前にいつも通り充電するだけで iPhone のデータを SD カードにバックアップすることができるという神製品なんですね。これ実は僕の昔の動画でも全モデルを紹介したことがあって、そこでもめちゃくちゃ好評だった製品。今回さらに便利に使いやすく進化した最新モデルが QB パワーというわけです。この製品があれば iPhone の容量が足らないという方も本体からデータを削除することができるし、もし iPhone のデータが消えてしまったという場合も、こちらに最新のバックアップが取ってあるので、ここから復元することができるというわけなんですね。もうこれだけでも欲しいと思った方は結構いるかと思いますが、さらに詳しく便利な機能も見ていきたいと思います。まずは QB パワー自体をもう少し詳しく見ていきましょう。端子はこちら。 USB-C ポートが1つ搭載されているモデルになります。出力は最大 45W 出力に対応しているので急速充電が可能ですね。昔 iPhone に付属していた充電器よりも高速に充電することができます。それからこちらはマイクロ SD カードを挿入する部分になりますね。で、背面はこちら。この製品を作っているマクターのロゴが記載されています。で、プラグは収納することができますね。一般的な 45W の充電器と比べると一回り二回りぐらい大きいサイズにはなりますが、見てもらってわかるように手のひらにしっかりと収まるぐらいのサイズ感なので、これぐらいのサイズであればコンセントに挿していても邪魔になるサイズ感ではないかなと思います。おそらくこの製品を使う方はベッドの横のコンセントなど常に挿したままの状態が多いと思うので、それで考えると全然邪魔にならない、そんなサイズ感ですね。というわけで詳しい使い方を見ていきましょう。まずはこちら、 QB Pro というアプリをインストールしましょう。インストールしたら QB パワーをコンセントにつないで、こちらのケーブルを iPhone に挿すだけですね。この状態でアプリを開くと、はじめにこのような画面が表示されると思います。初期設定は必要ですが、初めに1回するだけで、次からはケーブルをつなぐだけでバックアップを取ってくれるようになります。スタートをタッチ。バックアップするフォルダの名前を決めましょう。今回は豆の iPhone のデータと入力して確認するとバックアップが始まりましたね。まずはカメラロールをスキャンしてバックアップしてくれています。バックアップが完了しましたね。ちなみにもう次からはいつものように iPhone を充電するだけで、このようにバックアップが開始されます。もうこれだけで朝起きたらバックアップが完了しているというわけですね。めちゃくちゃ簡単です。ちなみにバックアップしたデータはこちら、 QB という部分をタッチすると確認することができますね。写真はこちら。このように iPhone で撮った写真をしっかりと確認することができますね。さらにこちら、連絡先もバックアップを取ることができて、もし連絡先が消えてしまったとしてもこちらから復元することができます。さらにインスタグラムのデータも、インスタグラムで過去に投稿したデータも全てバックアップを取ることができるんですね。もしインスタのアカウントがバンされたり消えたとしても、データをしっかりと残しておくことができるというわけです。といった感じで iPhone で消えたら困る一通りのデータを全て充電をするだけでバックアップを取ることができるというのが QB パワーの魅力になっています。
ちなみにデータを復元したい場合はこちらの復元をタッチして復元したいデータを選択すると iPhone にデータを移すことができますね。というわけでこれだけでもめちゃくちゃ便利な QB パワー、個人的にさらに嬉しいポイントが2つあります。1つはこちら、 Made for iPhone iPad の MFI 認証を取得しているんですね。つまりどういうことかというと、今後 iOS が18、19とアップデートされていったとしても QB パワーはそのまま使用することができるという Apple お墨付きの認証マークを受けているということ、それからもちろん Android スマホにも対応しているところも嬉しいポイントなんですよね。それからさらに嬉しい機能がこちらです、 SD ロックという機能。こちらをオンにするとパスワードを入力することができて、パスワードを設定して OK を押すとこの SD カードにロックをかけることができるんですね。つまりどういうことかというと、この SD カードだけをこっそりと抜き取って中身を見ようとする人がいてもパスワードロックをかけているのでロックを解かない限り見ることができないという設定ができるわけなんですね。あまりないかもしれませんが、もし家族の誰かがこっそりと SD カードを抜いたとしても中身が見られないので安心というわけになります。それからもう一つ面白い機能がこちら、なんと QB パワーを Mac に接続することで外部ストレージの役割を果たすこともできるんですね。 iPhone に保存してある写真や音楽ファイルを充電しながらパソコンに取り込むことができるというわけ。これもなかなか面白い使い方なんじゃないかなと思います。というわけで以上、いかがだったでしょうか。 QB パワー、いつもの充電を安心に変えてくれるめちゃくちゃ素敵な製品だと思います。この QB パワー、現在クラウドファンディングを実施中です。通常は税込み 16,800円なんですが、今だけ数量限定でなんと 34% オフで税込み 19,999円で購入することができちゃうんですね。充電器とストレージ、それから iCloud の料金がなくなるということを考えると全然高くない、むしろ安いぐらいの製品なんじゃないかなと個人的には思いますね。ちなみに今だけこちら、クラウドファンディングのサイトで QB パワーを購入すると世界各国で使用することができるコンセントの変換プラグがついてくるんですね。通常価格よりも安い値段で購入できて、これがプレゼントでついてくるんだから海外旅行に行く人にも嬉しい特典かと思います。一つ注意が必要なのはこちら、SD カードは別売りになっていますので、マイクロ SD カードを自分で Amazon などで買って準備をするか、もしくはクラウドファンディングのサイトでも SD カードがセットになっているものもありますので、そちらを購入するのがいいかと思います。以上、今回は iPhone をもっと安心して使うことができる紙製品 QB パワーをご紹介しました。それではまたお会いしましょう。